生活をより便利にするためのデジタル化が進んでいます。今回の大分コレクションは、行政サービスのデジタル化についてご紹介します。マイナンバーカードは IC チップ付きのカードです。表面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。マイナンバーが記載されており、身分証明書になります。なぜ今行政サービスのデジタル化が進められているんですか？はい、デジタルで行政サービスを提供する際の基盤となるマイナンバーカードの保有率は県内で 75% まで増えています。これからは県民の皆さんがカードを使って利便性を実感できる場面を増やしていくために、行政サービスのデジタル化を進めています。どのようなサービスがデジタル化されるんですか？はい、これまで行政が提供するさまざまなサービスを受けるには、市町村の役場に出向いて手続きをする必要がありました。これがオンラインでいつでもどこにいてもできるようになります。例えば児童手当を受け取るための手続きや保育所の利用のための手続きはオンラインでできるようになりました。引っ越しの際も転出元の市町村への手続きはオンラインで済むようになります。役所の窓口が混雑するシーズンの緩和も期待されます。さらに県内の市町村はおおむね令和7年度までに証明書の発行や上下水道の利用などの手続きもオンライン化を進めることを申し合わせています。このような取り組みを行っている県は全国で大分県だけなんです。このほかキャッシュレス対応や市町村のスポーツ施設などでオンライン予約できる施設の拡大についても調整を進めています。また市町村の窓口でも住民の利便性を高める取り組みが行われています。よろしくお願いします。はい、お願いします。由布市では行政サービスのデジタル化でどのようなことを行っているんですか？はい、由布市では電子申請が利用できない方は窓口での申請が必要なので、その利便性向上にも取り組んでます。引っ越しや死亡のなどの際には様々な手続きが必要になります。これまで市役所のそれぞれの担当課に出向いて、個々の申請書に住所、氏名などを何枚も記載する必要があり、住民の負担がありました。そこで令和3年12月から窓口申請支援システムを導入しました。申請者に必要事項を聞き取り、それをもとに申請書が出力されます。複数の手続きが一括でできるようになって便利ですね。はい、利用者の感想はいかがですか？はい、最初は戸惑いがありましたが、便利なので大変皆さん喜んでます。行政サービスのデジタル化は本当に便利ですね。はい、県では県民に身近な市町村の行政サービスのデジタル化を支援していきます。県民の皆さんも積極的に利用してください。